株式会社、法和銀行は、大分県大分市に本店を置く、第二地方銀行、福岡証券取引所単独上場銘柄の一つで、ある。1949年に設立され、みなし無人とされた、大宝食産無人株式会社を発祥としている。後に称号を、法和総合銀行、法和銀行と変更して、現在に至る。 営業店舗は大分県の他に福岡県と熊本県熊本市に構える。2006年1月からの2ヶ月間に及ぶ金融庁検査により大幅な赤字になることが明らかになり、この結果を受けて4月28日、金融庁から早期是正措置を受けた。同行は4月28日有国の会見で2006年3月期決算の業績予想の下方修正を発表。 不良再建処理は当初予想の2倍の184億円、赤字は約7倍の153億円に上ることを明らかにした。その結果自己資本比率は国内業基準の4%を大幅に割り込む2.2%となる。この原因は地元企業とりわけ建設業への貸出資金割合が高かったことが影響したものと言われている。これを受けて、 福岡県に本店のある西日本シティ銀行から30億円の増資を受けるほか、日本生命相互会社などのほか、3話種類、株式会社、二階堂酒造、テレビ大分、学校法人分離学園、株式会社大分放送、有限会社大分合同新聞社など、大分県内の企業等を対象として600万株の第三者割当増資を2006年8月に実施。 合わせて90億円の増資が完了した。責任の所在を明確にするとともに経営再建を図るため、同年9月22日の臨時株主総会をもって、水田高明党取、中尾高専務の隕石辞任、元整理回収機構執行役員のなぎ、原健治顧問が新党取に、RCC 企業再生部元担当部長、竹内正夫顧問が代表取締役専務に就いた。 9月8日、経営陣の法令遵守とリスク管理の認識が規薄であることを理由に、金融庁から業務改善命令を受け、9月10月にコンプライアンス体制の強化などを明記した業務改善計画を策定、公表した。また、10月、経営強化計画を策定した。過去の経営姿勢への決別を示すため、2007年4月には、 旧取締役及び旧監査役8名に対して各自に対して20億円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を大分地方裁判所に起こした。また、2008年1から3月には元乗務取締役に対して工事代金の水増し発注に対する刑事告訴及び損害賠償請求訴訟を提起した。こうした 経営改善が功を奏して2008年3月期決算では、当期準利益において4期ぶりの黒字決算となり、単体の自己資本比率は6.69%と、国内業基準の4%は上回ったものの、資産の健全化による収益力の強化と一層の財務基盤の強化が求められている。ただ、経営責任究明特別委員会の調査過程で、 本店営業部の30歳大男子行員による浮き貸行為を1998年に把握しながら当局への届け出を怠っていた事案が判明し2007年4月に公表した。加えて業務改善に努めているさなか平成19年9月と10月に相次いで40代の営業担当の男子行員による着服の発覚という不祥事件が発生している。 2008年9月の中間期では取引先の経営き詰まりによる予診費用の増大に加えサブプライムローン問題に橋を発した金融不安から有価証券の評価、売買損失の発生、投資信託等の販売減少による益務収益の減少により12.7億円の経常損失、12億円の純損失を計上し、 自己資本比率も5.46%と低下した。2014年3月7日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律、第5条第1項の規定に基づき、金融庁が資本参入することが決定した。自己資本比率は2.2%法和銀行が、会見、共同通信、 http://www.47news.jp:/cn/200604/cn2006042801004132.html2013 年10月31日日月欄。法和銀行からの出資登用制への対応について。 株式会社西日本シティ銀行2013年10月31日閲覧公的資金90億円申請へ法和銀行9月下旬に共同通信 Anyway, h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 0 6 0 8 c n 2 0 0 6 0 8 0 3 7 7 7 h t m l 2 0 1 3年10月31日日閲覧株式会社、法和銀行に対する行政処分について、er>、金融庁 http://www.fsa.go.jp:/news:/18:/ginkou/20060908:/1.html2013 年10月31日日閲覧株式会社、法和銀行に対する資本参加の決定について、金融庁、 http://www.fsa.go.jp:/news:/25/ginkou/20140307-2.html2014 年4月13日閲覧。政府、法和銀など3金融機関に公的、資金注入総額400億円。日本経済新聞。 http://www.nickey.com コロンススラッシュスラッシュアーティクルスラッシュ tgxnasfl070vox00414a300 万2014年4月13日閲覧ありがとうございます